はい、というわけで皆さんこんばんは、トットと申します。木曜日に更新していた動画内でも、少しお知らせという形を取らせていただいてはいたんですが、改めまして、今回ですね、1年半、YouTube 内でフレンドは募集しないと、言ってきた私でございます。それは多分今後も基本的には変わることはないと思います。ですが、今回ですね、ちょっと1350日、ログインが突破した記念ということで、いつも、そういう記念日に、ニコニコ生放送で、フレンドの募集を行ってはいるんですが、今回ですね、ちょっと、フレンドの整理も行わせていただいていた関係で枠が少し多めに用意がありますということで、いつもツイッターとかのリプライで、ちょっとニコニコが見れないから YouTube でやってくれませんかとかっていう声っていうのをいくつかいただいてたことはあるので、今回ですね、満を持してって言ったらなんかすげえ大げさなんですけども、YouTube で初めてのフレンド募集を行いたいと思います。ちょっとね、私ごときがフレンドに なっていただけるなんてありがたいことなんですが、なんでニコニコ生放送でフレンド募集をしていたかというと、私が選びたくないんですよ、基本的には。なんか先着順とかにした方がなんか平等じゃないですか。なんかフレンドになりたいなって言ってくれてる人がありがたいことにたくさんいるのに、なんか私がじゃあ強いからこの人とこの人とこの人みたいな風にやると、なんかあ、じゃあトットちゃんとフレンドになるには強くなんなきゃいけないのかとかっていう風になんか生まれちゃって、なんかそういうのって悲しいなって思って、別に誰でもいいし、正直そんなこと言ったらフレンドなんてたくさんいるから、弱い人とフレンドになったところで、使うことはあんまりないかもしれないけど、別に私にとってマイナスないんですよ。なので YouTube ではやらなかったんですよ。私が選ぶ方になっちゃうから。だからニコニコでリアルタイムでみんなに一斉の手で、番号を開示して、その瞬間からフレンド募集を開始するっていうことをやっていたんですけれども、それは今後も変わりません。ただ今回はちょっとフレンドをですね、私の方で選ばせていただきたいなと、 YouTube ではね、どうしようもないので選ばせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。選ばせていただく条件としまして、特にランクは関係ありません。まず1つ目、これが結構一番重要で、フレンド整理するときの一番のポイントにはなります。ログインですね。ログインが丸日以上立ってる人は比較的、フレンド整理するぞと思った時はバイバイする可能性が高いです。なぜかというと、ログインしている人とお友達になりたいからです。なので、でも親友さんとかは1週間くらい、様子見たりはするんですが、基本的には、2日はまだ我慢するとしても、3日以降とか1週間とか、10日とか、なんかもうしばらく、なんかパズドラログインしてないなーみたいな。1週間ログインしないって忙しくてもできなくないことなんで、なんかできることじゃないですか、ログインするぐらい。それなのに1週間もしないってことは、もうパズドラの熱が冷めちゃったのかなっていうことでおさらばする方が多いです。だからログイン毎日するよっていう方、ちゃんとパズドラ好きでやってるよっていう方ですね。で、2つ目、リーダーが見合う人がいいです、できれば。で、あと私のフレンドさんにもやっぱ偏りっていうのがありまして、例えばラードラとか、多色パのリーダーさん結構多いんですけど、シバドラとか、シバドラとかバステとエースの、リーダー設定してくれてる方ってユーナもすごく多くて助かってはいるんですが、私が普段使っているリーダー陣がこちらになります。クリシュナちゃん、シバドラはたくさんいるので正直いらないです。で、バステとエース、ラードラ、ユーナ、ラードラとシバドラに関してはいっぱいいるので特に条件には含みません。ユーナも別に期間限定のキャラクターなので特に。で、これを見ていただくと分かるように、こっちじゃないや、あとこれですね、覚醒マシンゼウスはちょっと解体しちゃった関係でまた作り直しますよっていう意味でレベル10なんですけど、あとは今後ちょっと候補として使っていきたい候補としてセフィロスを入れております。こんな感じで私は基本的に多色パを使います。
なの で, であとクリシュナさんですね。クリシュナさん最近私のフレンドさんで常にリーダーにしてくれてる方は常時5名ぐらいしかいないので、まあ、ちょっといなくなっちゃったら不安だなっていうことで、クリシュナさんとかいる方嬉しいですね。はい、まあ、あとは私のこういうリーダー系に見合ういいもよく使ってるよっていう方が望ましいなと思います。まあ、そのぐらいですね。特にランクとかは関係ないので、別に、まあちょっと、50とかだとちょっとあれかな。始めたばっかとかだと、なんかその、やめちゃう可能性が高いので、なんか、まあ1ヶ月以上やってる方がいいなと思っておりますが、特にランクは気にしておりません。なので、ランクは書かなくて結構です。はい。ということで、もし、私とフレンドになってもいいよっていう方は、この動画のコメント欄に、書いてほしい内容がございます。普段使っているリーダー、ベスト3でいいです。ベスト3とか、まあ、これは固定にしてますとか、なんかあると嬉しいです。あとは、ID です、を、記入してほしいです。あとフレンドになるからには、私あんまりやらないんですけどマルチとかやりたいんですよ。なのでできればっていうか、まあ、これはやってくれる人を優先してしまう部分もありますが、私のツイッターをフォローしてくれる人マルチを募集する緊急の場合、例えば昨日覚醒マシンゼウスとかに入るときとか、ツイッターでお願いしているので、あとニコニコ生放送でマルチ、その放送内で募集したりはしますけど、基本的にはマルチを個人で使用する際にはツイッターを利用しますので、そういう時に、例えばマルチじゃなくてソロの時でもこのキャラクターをリーダーにしてくださいってツイッターで叫んだりするので、まあそういう意味で、まあ、そういうツイッターをフォローしてくださる方だと余計嬉しいです。というわけで、私の条件は、まとめると、ランクは関係ありません、ログインしっかりしてくださいね、リーダーが見合うとなお嬉しいですよっていうことです。で、ツイッターフォローしてくれるとめっちゃ喜びます、むしろ嬉しいですっていう感じです。で、募集人数は5人で、期限は、こちらの動画多分11月5日の土曜日、夜の10時に上がっていると思いますので、締め切りは次の動画が投稿されるまでの期間です。なので、11月6日、11月7日、11月8日の22時で締め切りたいと思います。で、締め切った後のフレンドの結果発表に関してはまた別途どっかで考えておりますので、よろしくお願いします。はい、というわけで以上になります。ちょっと長くなってしまいましたが、多分編集でまとめていると思いますので、よかったらぜひぜひ、応募って言ったら失礼なんですけれども、私フレンドになっていただける方はコメントしていただけると嬉しいです。というわけで引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。